幽谷のアあよい湾。海禁橋はここから対岸までかかっていた。海禁橋は、兵庫県アイオイ市に、かつて存在した橋である。アあよい湾の奥にかかり、アイオイ市街地と対岸のアイイエチアイアイオイ工場を、結んでいた。二千二年に廃橋された。全長二百八メートル。ポンツーンと称する長さ十五メートル、幅七点五メートルの箱船を十隻並べて両岸に、つなぎ、 橋としていた。長く、造船の町であったあよい市の象徴とも言うべき橋であり、また同士を代表する、祭り、ペイロン祭の舞台でもあった。1九百七年、ハリマ選挙があよいで創業して、以来、幾度かの改装、離合を経て九百二十九年に、ハリマ造船所が成立する。あよい市街地と工場とは、あよい湾で隔てられており、行き来には、渡船が用いられていたが、 太平洋戦争勃発とともに往来が急増。都線では需要をまかないきれなくなり、架境が考えられるようになった。湾王にも造船所があるため本格的な架境は当局の許可が出ず、浮橋で対処することになった。1943年6月18日に、開通した橋は造船所担当の海軍大佐により、海禁橋と命名された。 戦後は後継機の波に乗って造船所は栄え、解禁今日も愛い駅から造船所まで自転車で通勤する従業員で溢れた。なお1960年に、はり造船所は、石川島重工業と合併して、石川島はり重工業愛い工場となり、1962年から3年間、単独工場では、世界一の建造量を誇っている。 1972年に解禁橋の通行量は1日1万人に及んだ。しかし1970年代後半に入ると、造船業は日本における構造不況業種の代表とされ、調落していった。アイオイも例外ではなく、IHI はアイオイ工場の人員整理を繰り返した後、1987年4月にアイオイでの造船部門を閉鎖。 造船の町としての相生岩は幕を下ろすことになる。またこの頃には、相生岩湾西側に、遠回りにはなるものの市街地と工場を結び、しかも自動車も、通行課の高和橋が完成しており、海近橋の利用者は1日数百人に減少していた。2001年4月19日早朝、南から3隻目の箱船が沈んでいるのが発見された。箱船の老朽化で、 船底の鉄板が腐食して浸水し、沈没した。橋は直ちに通行止めとなり、修復が模索されたものの、激減した利用者の一方で多額の維持費がかかることから、IHI から廃橋打診を受けた愛を医師は、復旧を断念。橋を構成していた各箱船は2002年2月13日から数日かけてタグボートで外され、 海禁橋は58年間の役目を終えた。市街地側の架橋跡は、張間シッピングサービスが、坪根地区へ運行する都線の桟橋になっていたが、白龍城の船着き場に移転した後、2013年3月を最後に運行を終了した。橋が撤去された2ヶ月後、海禁橋を記念するモニュメントが IHI の寄贈により設置された。モニュメントには、橋の歴史、 および解禁教を歌った詩が刻まれている。ありがとうございます。